こんにちは、ワッキーです。もうすぐ梅雨が明けたら本格的なアウトドアシーズンの到来ですね。ってことで今回はお手軽なアウトドアグッズを購入してみました。今日ご紹介するのはキャプテンスタッグのアルミニウムローリングテーブル、コンパクトブルーっていう商品ですね。それでは早速開けてみましょう。なんかこういう開封動画って久々な気がするな。おお、すんごいぴったりに梱包されてんだね。ででーん、ほうほうほう、こういうちっちゃいねテーブルなんですよ。しかもこれがね、こうやってね折りたためちゃう、コンパクトになるアルミ製のテーブルでございます。専用のケースもついております。一回じゃあケースにしまってみようかな。こうやって折りたたんで、あれ専用の割にはゆるゆるだな。こんなに空いてる。これこのサイズだったらカメラバッグの三脚のところに固定できるかもしれないですね。では組み立て方をご紹介していきましょう。じゃじゃーんと出したらば、これが表面ね。で裏面がこのような形になっておりまして、これが外れるんだね。こうやって、こっちもこうやって、そしてこっち両方こう引っ掛けつつ、このように開くと足が出てくる。これでテーブルになるんですね。実に簡単で、アルミ製だからねすごい軽いんですよね。ちょっとしたキャンプの調理台なんかに使うにはちょうどいい大きさですよね。ソロキャンプなんかにも最適だと思います。今までうちはキャンプっていうと車移動が多くて、大きな荷物でもガーンと運んじゃってたんですけども、これだったら自転車とかでもちょろっと遊びに行けちゃいますよね。あとね、アウトドアっていうといつもねバーベキューをやってたんですけども、最近もう火起こしとかめんどくさくなっちゃって、なんか簡単に調理してささっと食べられないかなと思って、こういうテーブルがあった方がいろいろ調理台としても使えるかなと思って今回購入してみました。実に簡単な作りなんですけども、もうこれで十分に使えそうなテーブルです。今日はねちょっとレビューを兼ねてここでお昼ご飯を食べたいと思います。じゃあセッティングしていきましょう。まずはこの三脚のバッグの中にテーブルを入れてきました。これでねショルダー掛けして持ってこれたんですけども、これね前回レビューした通り緩かったんで、こんな椅子も一緒に入れて持ってきました。よいしょ、よし、これでテーブル完成です。いや、赤ちゃん。はい、ということで無事野菜炒めのせの醤油ラーメンとハンバーグとウインナーの焼いたの完成でございます。ってことで今回ご紹介したのはキャプテンスタッグのアルミニウムローリングテーブルコンパクトブルーでした。いいんじゃないのかな、もうこれでな。